皆さんこんにちは、ひろくまです。今回も動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は横浜市長選です。8月22日に横浜市長選の投開票が行われます。で、この横浜市長選は国政にも影響する非常に大事な選挙となります。今回は直前まで国家公安委員長閣僚されておりました菅首相が推している小此木八郎さんが出馬されます。もしこの小此木八郎さんが落選しますと菅首相の求心力が失われます。ですのでその後の自民党総裁選で菅さんが総理大臣の座から引きずり下ろされる可能性も出てきます。そうなりますと二階幹事長が幹事長職から引きずり下ろされることになります。ですので小此木八郎さんの落選は二階幹事長の引退につながる可能性も出てきます。ですので横浜市長選は非常に大事な選挙ということになりますので今回解説をさせていただきます。それではですね、まずは今回はこちら、アエラドットの記事です。ちなみにアエラドットと言いますと、朝日新聞系となります。ですので、話半分で聞いていただければと思います。書いてあることが全て正しいとは限りませんので、よろしくお願いいたします。それではですね、こちら、自民党で現実味を帯びてきた菅退陣とポスト菅、横浜市長選で野党候補がまさかのリード、ということで、現在ですね、横浜市長選は8人の候補者が出馬をされております。今回私は8人の内容は詳しく知りませんので、菅首相に関わる人だけ解説をさせていただきます。なので、その方たちが落選すると、菅首相は求心力を失って、ひいては二階幹事長が引退を余儀なくされる可能性が出てきますので、そちらを中心に解説をさせていただきます。それではですね、その8人の中で、菅首相の盟友で小此木八郎さんと立憲民主党が推薦する山中竹春さん、その一騎打ちの様相となってきております。そして当初は菅首相のお膝元でありましたので、誰もが小此木八郎さんが楽勝かと見ておりました。ですがマスコミの世論調査と期日前投票の出口調査では、なんと山中氏が先行されております。そして小此木八郎さんが苦戦。現職の林さん、これはですね、IR を推進されている方です。小此木さんと林さんが苦戦しており、山中さんが優勢という数字が出ているそうです。そしてですね、当初菅首相というのは、横浜市に IR を誘致するということで推進しておりましたが、小此木八郎さんが突然 IR は中止するということで立候補されました。それでもですね、菅首相は小此木八郎さんを支援するという表明をされております。そしてさらに菅首相は有権者に衆議院議員菅義偉の名義で小此木さんを支持する文書を送されております。そしてですね、当初小此木さんは優勢と見られていたんですが、菅首相がコロナの感染拡大と伴い内閣支持率を落としているように、小此木さんも同じようにコロナの感染者が増えると、それに反比例するように票を減らすという展開になっているそうです。なので有権者は IR 誘致ということにあまり関心がなく、コロナの収束の方に関心が向いているそうです。そしてですね、小此木八郎さんは電話勧誘というのを非常にされているそうで、電話を取ったら自動的に小此木さんの声が流れるということをされているそうです。で、これはですね、非常に不評を買っているそうです。もうやめてほしいという声がツイッターに多く上がっておりました。これもですね、票を減らしている原因になっているみたいです。そしてですね、菅首相のコロナ対策、これが全く打ててないということで、緊急事態宣言を繰り返しているところが、小此木さんの票に重くのしかかっているみたいです。そして感染爆発が起きれば、小此木氏はますます厳しくなるということになります。そして菅首相は公明党にも支援を要請したが、動きが鈍いそうです。で、その理由は、議員辞職を追い込まれた公明党の遠山議員、これがですね、神奈川6区横浜市ということで、それも小此木さんが苦戦している原因だそうです。
そして今遠山氏は東京地検特捜部から家宅捜索を受けております。でこれの影響も出ているということになります。そして横浜市長選の直前に東京地検特捜部が動くことも考えられるということです。そしてもし東京地検特捜部の捜査が動けばダブルパンチとなって菅おろしが始まって政局になるということです。ということは二階幹事長も影響が出るということです。そしてその遠山さん絡みがあるので公明党は動くことはできないということになってます。そしてですね、横浜市では安倍前首相とのツーショットポスター、これがですねすごく評判がいいそうです。なので菅首相の地元である横浜市長選挙で小此木さんが負けるようなことになると解散総選挙でどんな結果が出るか言わずもがなですということで、これはですね解散総選挙を前に自民党の総裁選もありますのでそちらにも影響が出るということになります。ということでもう少し深掘りをしてみます。こちらです。こちらですね、横浜市で14年ぐらい市のコンプライアンス担当をしておりました郷原信夫さんという弁護士、元検事の弁護士です。その方がですね小此木さんの落選運動をされております。なぜかというと、実は横浜市というのは今まで林さんという市長でしたが、林さんというのは野党出身です。で今まで IR というのは反対されていたのにいつの間にか IR 推進に変わっております。これはですね菅さんが横浜市を支配していたからということをこの郷原さんがおっしゃっておられます。でそちらをですね紹介させていただきます。でこの郷原さんがこの横浜問題という紙面を発行されております。でここに書いてあることが全て正しいかどうかまでは分かりません。ということで菅首相がいかに横浜市を支配しているのかというのがよく分かります。そちらをですね紹介させていただきます。で現在ですねこの8人が立候補している中で主要候補とされているのがこの小此木八郎さんと立憲民主党が推薦する山中竹春氏、そして現職の林氏、この3人が主要候補とされております。ただですねこの郷原さんが言うにはこの3人のいずれかが市長についても変わらないことがあるということを言われております。でそれはですね30年にわたって続く菅支配の構図が変わらないということを言ってます。で菅さんはですね横浜市議会議員時代から影の市長と言われてきたそうです。そして現在まで横浜市政を牛耳ってきたそうです。でその端的な例が現職の林市長の返信ということになります。林氏はもともと野党系市長として2009年初当選、それが任期を重ねるうちに徐々に菅支配に毒されていくというのはですね、前回市長選ではカジノを含む IR は白紙を掲げて当選したにもかかわらず、菅氏の意を汲んでやがて推進を表明されました。そしてその菅支配というのはどういうことかと言いますと、横浜市の幹部人事は確定前に菅氏の事務所に送付されて了承を得るという地方自治ではおよそありえない慣習が20年以上にわたって続いているということだそうです。これを見るだけでいかに菅さんが支配していたのかっていうのはよくわかりますよね。国会議員が市の人事権をなんと20年も握っているというのはもう完全に支配をしているということになります。この慣習はおかしすぎますよね。そして人事案は通常はそのまま通るそうですが、稀に菅事務所側に覆されたケースもあるそうです。そして人事を握られた幹部は菅氏の意向を忖度せざるを得なくなります。そして実際に民意を無視した IR 推進や米軍通信基地跡地での国際園芸博の開催、テーマパークの建設などの事業計画が進められたそうです。でその一方で子育て支援、高齢者福祉、困窮者対策など十分な予算が充てられず市民の暮らしに目を向ける姿勢を妨げてきたそうです。そして人事で役人を意のままに動かすというのは菅氏が公言してはばからない手法だ。これはよく聞きますよね。菅さんの手法ということで、これはよく聞くと思います。そしてこちらですね。小此木山中は同じ穴のムジナだったということで、
そして今回立憲民主党が推薦する山中さんです。これはですね、立憲の江田さんが決めたということになってますが、実はその江田さんと菅さんの付き合いが長いということです。で、実はですね、この江田さんは橋本龍太郎首相の政策書をされておりました。で、その江田さんを政界に誘ったのが菅首相ということになってます。で、その際にですね、選挙資金もスタッフも菅さんが準備する。そして地元財界や関係者、自民党の合意も取り付ける。そして江田さんは出るだけでいい。そういうふうに菅さんは口説いたそうです。で、その当時ですね、菅さんはまだ当選1回の1年生議員だったにもかかわらず、その新人候補の面倒を見ることができるということに江田さんは驚いたそうです。で、結局江田さんは自民党公認候補として神奈川8区から出馬するものの落選をしました。ですが最初は菅マネーで賄われたということです。そういった関係になっておりますので、こちらですね。もし山中さんが当選したとしても菅支配は変わらない。この林さんが当初野党候補で当選して IR を推進しない立場から推進へ変わったというのは、菅さんが支配していたからそうなったということが山中さんにも出てくるんじゃないかということで、この3人の誰が当選したとしても菅支配は変わらないということになります。ですので、もしですね、横浜市から菅さんの影響力を落としたいのであれば、この3人以外から選ぶということが考えられます。そしてですね、こちらですね、実は横浜には浜のドンと言われる方がいらっしゃいます。藤木さんと言われる方です。もう91歳か2歳の方です。その方がですね、この山下ふ頭付近の民間企業すべて仕切っておられる方です。ですので、この浜のドンの意向が横浜市では非常に活かされてくる。そしてこの方は義理人情を重んじられる昔ながらの日本人というような方です。で、その浜のドンがですね、今回の選挙も絶対にカジノは山下ふ頭ではさせないというふうに断言をされております。私も YouTube で記者会見を見ましたが、筋が通ってます。で、今回立候補している選挙人とこの藤木さんの関係ですね。これを簡単に説明しますと、まずですね、この立憲の枝さんがですね、この山下さんを連れて藤木さんに挨拶をしに行きました。で、この藤木さんはですね、IR を反対しているのなら、じゃあこの山中さんを支援してあげるよというふうに言いました。で、その時にですね、この山中さんの顔を見て、あなたは目が鋭すぎるから、そのあたりのことを気にしないといけないよというふうにアドバイスもされております。で、その後にですね、この小此木八郎さんが IR は中止ということで出馬を表明されて挨拶に来られてます。でですね、もうこの小此木八郎さんのお父さんと深いつながりが昔からありましたので、ならまあ八郎が IR をやらないんだったら支援するよということで、この対立している二人を支援するっていうことになってます。そしてですね、現市長の林さんは IR を推進するということで、もう藤木さんは絶対に支援しないということを言われております。そしてですね、もともと菅さんとも付き合いがありますので、IR をすると言っていた時は、藤木さんはお前を支援しないと言っておられましたが、もう IR を撤回するっていうことになったので、関係が修復されました。そして小此木八郎さんを支援するというような関係になってます。ですので、この浜のドン、この藤木さんはですね、横浜を守りたい保守派です。ということになっております。そしてですね、今回私が言いたいのは、菅さんが自民党総裁に再選すると、二階幹事長がついてくるというところです。ですので、二階幹事長に引退してもらおうと思いましたら、この三人を選ばないというのが一番大事になるんじゃないかなと思います。そしてですね、こういった横浜市と関わりの多い方というのは、やはり利権が絡んできます。ですので、全く関係のない方を、選ばれた方がいいんじゃないかなと個人的には思います。
で、誰がいいのかというのは皆さんの判断に任せますが、例えばですね、この方、田中康夫さん、いいかどうかは分かりませんよ。私、政策全然見てないので、例えば、こういった横浜市と全く利害がない、こういった方を選ばれるのが一番いいんじゃないかなと思います。ですが、誰を選んでいいかは、横浜市の有権者の方が考えて選ばれるといいかなと思います。ということで、8月22日に、横浜市長選挙が投開票となりますので、こちらはですね、その後に続く自民党総裁選挙をどうするのかというのを8月26日に決定されます。まずはフルスペックでやるのかどうかですね。もしですね、五木八郎さんが落選したとなりますと、菅首相の求心力は失われて、菅おろしが始まりますので、これは自民党総裁選にも影響が出てきます。そして、菅さんがもし総裁にならないということになると、二階幹事長も同時に求心力を失いますので、幹事長職から降ろされるということにつながります。もうですね、コビ中議員、中国の支配から解き放つには、この二人、菅さんと二階幹事長を要職から降りていただくしかありません。ですので、皆さんこちらの8月22日横浜市長選挙、この行方を見守りましょう。どうか横浜市の有権者皆さん、このことをよく考えていただいて、候補者を選んでください。ということで、今後もこういった情報がありましたら、動画をアップしていきますので、チャンネル登録と通知ボタンをよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。